そうです。あれさんもそうよね。マッサージに行きます。サットラマーケットっていうのマーケットに来てるんですけど、こんなシール貼られた今なんかいろいろありそう、面白そうなので貼っていきます。なんかありそうだね、マッチとか。あ、こんなとこに売ってんじゃないですか。何これ、これは豆じゃあ、こう、そうそうそう、じゃあ、こうやってコーヒー、あんまり見ないものがいっぱい置いてある。いいかもしれない。ここも日本酒がいっぱいある。面白い、24の店で食べてほしくないですけども、24のインスタントが多いでも24ってほとんどどこにも置いてないというか、品切れ。探し続けて5日間やってきた。嬉しい、美味しそう。バインミー、あー、ここで食べよう。ここで食べよう。そうやね、ギュッと詰めてくれた、取り損ねた。はい、ハマチ。あ、ただいま帰ってきました。あ、今日は疲れました。なぜなら今日はずっと。この梅ミーっていうこちらのソウルフードを探し求めて、もうなんか一日中歩いたって感じなんです。本当はなんかあの近場の、お店でゲットしたかったんですけど、それ横着しようとしたんでなんかなかなかなくて、で結局あの一番有名なところまで行ってゲットしてきました。やっと食べれる。あとでお見せしますけど、こんくらいの感じですね。まあ要はあの フランスパンのサンドイッチなんですけど、こっちの人のソウルフードで、結構あの屋台とかそういうとこでもいっぱい売っているあの食べ物なんですね。はい、あと、まあ、これはさっきねスーパー行っていろいろ買ってきたんで、これもまた、あとそっち側のちょっと汚れてますけど、お土産物とですね一緒にご紹介したいと思います。まずは、シャワーを浴びてからで、バインミーを、食べて、あと、お土産物を紹介したいと思います。はあ、疲れた、暑かったです今日も。はい、では
後ほど。はい、荷物になるっていうのは分かってたんですけども、ちょっとお土産をついつい買ってしまいました。これは今日の料理教室で買ったものですよね。これは目の前にあるスーパーマーケットで買ったもので、これはお土産物屋さんで買ったものです。これは自分用のエコバッグで、あとなんかホーチミンというか、ホーチミンの昔の名前ね、サイゴンって書いてあるかわいい、蝶々のエコバッグを買いました。でこちらのベトナムのお茶っていうのはハスの花のお茶を、これは友達用にですね買いました。でこっちがさっきスーパーで買ってきたもので、これは私の食後にちょっとスナックで食べようと思います。チェダーチーズのなんだろう、ポテチで、これはなんかベトナムで有名だっていうことでココナッツコーヒーらしいんですけど、なんかもうそんな高くなかったんで自分用に買いました。でこっちはジャコネコのコーヒーということで、ちょっと高かったんで、でも有名なんで買ってみようかなと思って、匂いはすごいいいんですけど、よくよく考えるとジャコネコのうんちっていうか、一回出てきたものなんでちょっと気持ち悪いなと思ったんですけど、意外に美味しかったんで買ってみました。でこれは、今日のクッキングスクールで買った、ドライフルーツ、パパイヤとマンゴー、まあ、入れ物も可愛かったんで買ってみました。でこれはマグカップなんですけども、すごい梱包してくれたんでちょっともう開けれないんで、ミスサイゴンというかサイゴンの女性のこうイメージのカップです。はい、じゃあバインミーを早速食べてみたいと思います。で今軽くシャワーだけ、もう暑すぎて軽くシャワーだけ浴びてきたんですけど、じゃあバインミーをちょっと食べてみたいと思います。で、飲み物は、まあ、こちらのミネラルウォーターと、なんか蚊がいるで、さっき買ってきたココナッツコーヒーをですねちょっと試して飲んでみたいと思います。はい、あ、こういう感じで入ってるんだね、はい、こういう感じで入っています。はい、普通にお湯入れればいいって感じだね。今ねミネラルウォーターをね沸かしたばっかりなんですけど、はい、これね今入れたやつ、はい、じゃあちょっといただいてみます。いただきます。あ、意外に甘くない。あ、でも美味しい。バインミーね、普通のサンドイッチなんですけど、こんな感じでちょっとつけましょう、せっかくだから。こんな感じでジャンクフード的になっちゃったんですけど、あ、すごいチーズのいい匂いがする。うん、あ、じゃあいただいてみます。なんかハムとか、いろいろハムとかきゅうりとかいろいろ入ってます。これでもちょっと硬いかもね。意外に美味しい。ベトナムに来たらこのバインミーおすすめです。美味しい。あのね、3万ドンぐらい150円もしないくらい、130円とかそんくらいです。これでこのボリュームすごいですよね。美味しい。パンもねそれほど硬くないし食べやすい。おすすめです。ぜひ食べてみてください。